共犯者遠藤作朗読小倉一郎まあ胃潰瘍の少しこじれたやつと思いますな念のためさらに精密検査をやりますから入院の手続きをしてください額に汗をにじませた医師がそう言うと夫の大井健三は笑っているのか泣いているのかわからぬような顔を歪めた。 マチコはその夫について行こうとすると「奥さんご主人の食事用法についてご説明しますから」。医師は目配せをして引き止めたマチコはその医師の顔を見上げそれから夕暮れの長い廊下を遠ざかってゆく夫の背中に視線を送った夏の西日が木造の病院の窓から流れ込んでいる。 その西日,日を受けた夫の痩せた背がいかにも気力がなくて影の薄いもののように見えたマ知子にとっては結婚後7年の間一度も心のかれを感じたことのない男の姿だったでいかがでございましょうか消毒薬の匂いのする暗い診察室の中で医師と向き合うと 彼女は和服の膝の白いハンドバッグに両手をきちんと重ねて尋ねた診察着のポケットから折れ曲がったタバコを取り出して医師は口にくわえたがそれから思い切ったように「どうも疑わしいですな」と言った「やはりひょっとするとそうじゃないかと思います」 もっとも腹部を切開してみないことには胃がんとも何とも断定できるのですがしかしレントゲン写真にも首をひねる箇所がありますし血液のアルプミンも減少しとられるようです手術しますとマチ子は自分の指がハンドバッグに食い込むのを感じながら声を上げた助かります でしょうかそれも切ってみんことには断定できませんが根治手術ができれば <laughs> 医師は困ったように目をそらし急いでタバコに火をつけた暗い診察室の中で真知子は支援がゆっくりと立ち上っていくのを眺めた不思議なほど心が平静だった 山の中の人影のない真昼の灰色の沼のようにそれは静まり返っている。衝撃があまりに大きいためなのか、それとも自分が夫の不幸に無感動なためなのか、町子自身にもわからない。夫はひょっとして死ぬかもしれない。それとともに自分の運命も変わるのである。 しかしこの実感が彼女にはどうしても起きなかった「いずれにしろ」と医師は声を含めて言った「今申し上げたことはご主人にあくまでも秘密にしておいてください」それから「傷に貼り付けたガーゼを剥ぐように」 急に彼はこの話を打ち切ると診察室の扉を開けた夫の大井健三が胃腸の不調を訴え出したのはつい2ヶ月ほど前からであるもともと眼見な体格の持ち主という男ではなくすぐ風邪をひいたり首が凝るとこぼしていた薬品マニアと言ってもよいくらいで 常々新聞広告や週刊誌を見ては新しい共感剤やビタミン剤を次から次へと買っては飲んでいる食事のあと錠剤を口に放り込み下品な音を立てて茶を含んだこけた頬をもぐもぐさせる夫を真知子はいつもうとましいような目つきで見下ろしていた結婚後7年の間 マチコは心から夫を愛したという経験がなかったそれならばなぜこの男の妻になったのかと言われても返答のしようがない幼い時に父親を亡くし母一人娘一人という家庭に育った彼女は叔母の登園にあたる公務員の多い建造と見合いをした男の兄弟のない彼女の目には いか酒もタバコも飲まない賢造が律儀で真面目な青年のように見えただが結婚してみると律儀で真面目だと思われたその性格が砂を噛むように味気ないものとして移り始めた日が経つにつれ夫が伝書鳩のように校舎から帰宅してくることも 女遊び一つできない身持ちの良さまでがマチ子には昇進で勇気のない男の姿に思われてくる子供のない二人がほとんど話題のない夕食を済ませると夜眠るまでの時間は長く退屈だったテレビのクイズを見ながら一人で凝った肩を左手でたたいている健三のそばでマチ子はいつまでも そらぬ顔をしていた勢力の弱い夫は夫婦の営みでもマチ子を満足させたことはなかったがしかしそんな場合でも彼女は体を夫に任せても切符だけはできるだけ許すまいとした営みが終わった後彼女は闇の中で目を開き 女は愛さぬ男にも体を与えるのが本能的に「愛している男以外には唇を与えない」という昔読んだ小説の言葉を心の中でかみしめていた2か月ほど前から賢三は胃の調子がおかしくなり始めたみぞおちがいつももたれた感じで何かを食べると 胃から腸にかけて軽い痛みを感じるというのだ痛いというほどの痛さじゃないんだが鈍痛だな抑えるとかすかに奥に響く初めは軽い胃炎だろうと思って例によって薬屋から梅薬などを買っては飲んでいるらしかったしかし1週間経っても2週間経っても調子はよくならない そのうち、便秘と軽い下痢等を時々催すようになった。あなた、癌じゃないのいつものように長い退屈な夜、編み物をしていた町子は何気なく言った。と突然、夫は腹をさするのをやめて、小鳥のように怯えた目でこちらを振り向くと、癌だと思うか 冗談ですよそれっきり夫はうつむいて黙り込んでしまったその細い目に走った怯びえた光が例によって町子にいつもの軽蔑心を起こさせたなんという昇進な男だろう翌日賢三は校舎の帰り珍しく本屋に立ち寄って 一冊の本を買ってきたがそれは癌のことをわかりやすく書いた本だったその本のページをめくりながら夫はそこに書かれた一つ一つの症状を確かめるようにバンドの下を押さえていたこれは癌かもしれんどうしてみぞうちがあるのが一番怪しいんだ 溝落ちが張るような感じだけではなかった健三はそのうちに本に書かれた全ての症状が自分に当てはまると言い始めた不安に怯え眉と眉との間に暗い影を漂わせた夫の痩せた青黒い顔を町子は薄ら笑いを浮かべながら受け止めた彼女はもちろん夫が癌だとは信じていなかった 例によって自分で勝手に病気をこしらえ上げ一人で不安がっている男の姿がマチ子には醜く見えたのであるしかし僕は別に酒もタバコもやってこなかったんだから大丈夫かもしれないね <laughs> 妻が黙っているので賢三は 自分で自分を慰めるような言葉をつぶやいた。酒やタバコを飲まなくたって、突然マチコは夫をいじめたい衝動に駆られて癌になる人は癌になるわよ。そりゃそうだが、心配なら医者に診てもらうのね。健造が入院した病室の窓からは中庭の大きな土地の木が見えた。 土地の木の葉は病室のガラス戸に映りそれだけがむき出しの病室に人間らしい彩りを与えた自分が癌ではなかったと信じ込んだ夫は今度は子供のような喜び方を示したその顔を見るとさすがに町子も胸が締め付けられるような気がして 自分が今まで良い妻ではなかったことが悔やまれたけれども夫がやがて死ぬかもしれぬという事実はまだ彼女の心には実感として浮かび上がってこなかった普通の妻君ならたとえ夫を愛していなくてもこうした非情の事態には当然激しいショックに襲われるはずなのに そのショックさえ感じない自分の心がマチ子には恐ろしいもののように思われた賢三が入院して2日目の夕暮れに校舎で同じ家の夏川が果物籠を下げて現れたベッドの上に起き上がって幾度も頭を下げる病人に「いやそう礼を言わんでもいいこっちは課長の代理で」 かから見舞いを持ってきただけなんだから少し相手を小バカにした口調で夏川は訂正した夫とほぼ同じ年配の彼が真っ白なワイシャツから見せている日焼けのした腕が妙に真知子の目に染みた一時は眼科と心配したんだよ賢三は まばらな武将ひげの伸びた肉のない頬をなぜながらまた同じ言葉を繰り返して「そうじゃなくて安心した」「そうかね」夏川はそんな病人の心理などに全く興味を示さず「僕などゴルフをやっているから異病も寄りつきません」話しながら時々マチ子の顔を盗み見るのだったそれはいかにも 頑健な自分と病弱な亭主を見比べてみろと言わんばかりで町子はいささか不愉快な気持ちがした面会時間の終わりを告げるベルがもう暗くなった廊下でかすれた音を立てると夏川はタバコをもみ消して椅子から立ち上がった「奥さんもうお帰りでしょそこまでご一緒しますよ」。 びっくりしたマチコは賢三の顔を伺かがったが夫は例によって気弱そうな笑いをこけた方に浮かべただけだったその育児のない笑い方がかえってマチコの反発心をそそり「じゃあ私も」とうなずかせた夏川と連れ立って病院の門を出ると大通りの商店街にはすでに明かりが灯っていた 奥さんはどちらまで、うん、新宿から小田急に乗りますのじゃあ新宿までタクシーで送りましょうこの時も夏川は真知子の返事も聞かず手を挙げて通りかかった車を止めた真知子はその強引さに嫌な気がしたが同時に夫のような男性の持たぬ無言の圧迫感を感じて黙って車に乗り込んだ 勤めから帰宅を急ぐ人々や車で雑踏する新宿駅の前で車を降りマチ子が礼を述べようとすると「奥さんお差し支えなければお茶でも飲んでいきませんか?」夏川はなぜか急に小声で言ったでもマチコが尻込みをすると「いや実は ご主人のご病状など奥さんから伺いたいんですからねとにかく明日課長にも報告せねばなりませんしなそう言われればマチクも首を振ることはできなかった夏川は新宿をよく知っているらしかったラモとかいう大きな喫茶店のボックスに収まると彼は冷たいタオルで顔や首を拭きながら 大井君が羨ましいですなあなたのような美しい奥さんがおられるんだからまあマチコは赤くなったが悪い気持ちはしなかったそんなことをおっしゃるとお家にお戻りになって叱られますわよいやそいの点は大丈夫だ夏川は慣れ慣れしい笑いを浮かべてこっちは今ョンガ川ですからな 女房に5年前に死に別れましてね再婚ということも考えんことはないですが奥さんのような人には巡り会えませんでねゴルフばっかりやって気を紛らわしていますよ。あチコはそ知らぬ顔をして「でも王位のように病弱なのよりずっとお幸せですわ」と話題をそらした。 夏川はタバコに火をつけてところで大井君の容体はどうなんです検査で入院させましたが結局手術はどうしてもやらねばならぬようでございます胃がんの疑いがあると言いかけて町子は口をつぐんだ夏川に 話すべきかもしれなかったが医師からは回復結果がわかるまでは患者のためには誰にも言わぬ方がいいと注意されていたのを思い出したからだった大井君は自分で気を病んで病気になったんじゃないかな奥さんの前だがどうもあの人は神経が細いですからな夏川は薄ら笑いを口に浮かべた健三が この同僚にも見くびられていることが痛いほど、その笑いで町子にも感じられた。喫茶店を出て新宿駅まで来ると、夏川はあっさりと頭を下げた。だが礼を言って、二三歩歩き出した町子に彼は突然声をかけた。奥さん、今度、いつ会えますか。 夫が横にいない布団で寝るのは久しぶりの経験だった。明かりを消して目をつぶりながら、町子は自分と同じように病院の寝台で一人横になっている健三のことを思い出そうとした。しかし、蘇ってくるのは、今日夏川に言われた、奥さん、今度はいつ会えますかという言葉だった。 人をバカにしている賢造を軽蔑している夏川が自分まで軽く見てああいうことを言ったのだろうと思うと帰りの電車の中で彼女は腹が立ったしかし悔しさが少しずつ収まると今度はその言葉が妙な響きを伴って思い出されるのである闇の中で 彼女は夏川の日焼けしたたくましい腕をふと心に浮かべた。夫が入院しているときにそういう想像をしてはいけないと思いながらしかしその精力的な風貌がはっきりとしたイメージで蘇ってきた。と同時に毎晩胃の辺りを抑えながら青黒い 肉の宗けた顔で週刊誌を読んでいる夫の姿が浮かんでくるのだった「大くんが羨ましいですなああなたのような美しい奥さんがおられるんだから」。見え透いたお世辞と知りながらマチ子は心の中でその言葉を味わいながら自分が十七八の娘のようにバカバカしい壮年に浸っていることに気がついた。 しかし賢三のような男と結婚しなかったならば自分にももっと張りのある生活が開けたかもしれぬことを考えざるを得ないのだった数日ほど経ってその日の午後賢三の異教検査が行われた入院前にすでに胃カメラや X 線の診断は受けていたのだが 一番苦しい異教は後回しにされていたのである夫がタオルやちりみを持って検査室に出かけた後マチ子は病室の片付けをしていると看護婦が電話のかかってきたことを告げに来た看護婦室の受話器に耳を当てると夏川の声であるその声を聞くとマチ子は 背後ににいる看護婦たたちがひどく気になった夏川の要件は校舎から改めて見舞い金が出ているが今日どこかでお会いしたいということだった見舞い金が出ているならば病院まで届けてくれればよいはずなのにそれをわざわざ病院以外の場所で手渡したいというのは誘いの口実だと町子はすぐ気がついた。 しばらく黙った彼女はやがて「はい」と一言だけ返事して受話器を切った彼女はこんな返事をしたのは看護婦たちの前でみっともない会話をしたくないからだと自分に言い聞かせた病室に戻ると異教検査を済ませた健三が真っ青な顔をして寝台に横たわっていた 唾液が血色の悪い唇の周りにまだ残っていた。夏川から電話のかかったことを町子は黙っていた。そのくせ彼女は夫をうちわで仰ぎながら、私が今日行くのは夏川さんに会いに行くためじゃない。ただ見舞金を受け取りに行くためなんだ。と自分につぶやき続けるのだった。 午後6時にこの間と同じように新宿駅の前で降りると夏川は競馬新聞を読みながら電話ボックスのそばに立っていたああ来ましたな病院からここまで呼び出したことをすまないとも言わず夏川は先に立って歩き出そうとしたそれはいかにものこのことここまで出てきた真知子を見下したような態度に感じられたので 私とマチ子は立ち止まって「今日はここで失礼しますわ」「まあええじゃないですかこんなところでお金を渡すのは危ないしそれにこちらのようなチョンガーとも飯でも付き合ってくださいよ」「いつも一人で外食するのは寂しくてたまらんですからな」「相手は丸めた競馬新聞で自分の手のひらを叩きながらそんなことを言うのである」 伊勢丹に近い裏道のうなぎ屋にマチコは案内された「奥さん酒を飲んでもいいですか?」「どうぞ」「マチ子はできるだけ男から離れた位置に正座した」「女中に料理を注文した後、夏川は内ポケットに手を入れて」「詐称ですが校舎からの大井君へのお見舞いです」 急に改まった口調で白い紙袋を机の上に置いた食事が済むと夏川は車を拾って町子を東北沢まで送ってきた家は車道から車の入らぬ道の奥にあったから2人はタクシーを乗り捨てたあと夫婦のように肩を並べて歩き出したマチコは 近所の人にこうした姿を見られはせぬかと気がかりだったが一方では密かに何かを期待する気持ちもないではなかった家の門まで来ると夏川は足を止めて「奥さん今度はいつお目にかかれますかね」マチ子の顔をじっと伺いながら小声で言うと 素早く彼女の手を引いて顔を寄せてきた抵抗するマチコの体が玄関の前の茂みにぶつかりバシバシと枝と葉の音がした話してよ近所の人に聞こえるからじゃあ別のところに行こう声を立てるわ立てるんだなこっちは構わないんだまさか大声を立てるわけにもいかないので 夏川の幅広い体の跡を町子は黙って従っていった強引な人ね強引がこちらの心情だあんたのことはすぐ好きになった私は大井の家内ですよあの男の細工になったってあんたが満足しているはずはないだろう夏川が無理やりに連れていった た宮橋の旅館は小田急電車の線路のすぐ近くにあった電車が通り過ぎるたびに窓ガラスが細かな音を立てて鳴るのであるたった2度しか会わぬ男とこんなことになった自分自身を町子は浅ましく思い哀れに感じた「これもみんなあなたが悪いんだそうよ」 あなたが悪いんだ真知子は片手で腹を押さえ片手で薬を飲んでいる健三の気力のない姿を努めて心に浮かび上がらせながら心の中でつぶやいたそのくせ間もなく死ぬかもしれぬ夫に申し訳ないという気持ちは少しも起きなかった「君の悪いほど 夫のことは何も感じないのである女って誰もこんなものかしらマチ子は夏川のピースの箱からタバコを取り出して口にくわえそのまま灰皿の中に捨てた「おい何を考えている?」。あのね 寝巻きから剥き出した白い腕の上に顔を乗せて、マチ子は物上につぶやいた。大井は、癌なのよ。癌遺癌よ。本人はもちろん知らないけれど。じゃあ、もうダメなのか。でしょすると、 夏川は布団から急に身を起こしてじっと真知子を伺かがったあんたそれを承知でここについてきたのか誘ったのは夏川さんでしょそりゃそうだだが大胆な人だなおっかない奥さんだな私が大胆なんじゃないわ女っていざとなれば みなこういうものらしいわすると夏川は黙って靴下を履き急いで身支度を始めた真知子は布団の上からその夏川を見上げながら今まで強引に見えた彼の姿が消えその代わりに健三と同じように臆病で いざとなれば尻込みをする小心な男性の姿を彼の上に発見したのだった予想していたことだが夏川はそれっきり連絡もなければ電話もかかってこなかったその上不思議なことに町子自身の気持ちの中にも夏川の存在は一晩で消え去っていた 建三を裏切ったという罪悪感は一向に感じなかったがしかし彼女は何かの埋め合わせでもするようにかいがいしく夫の看病に励み始めたどうしてて笑っているんだ。寝床の上から建三は病人を仰ぐのをやめて唇の辺りに薄ら洗いを浮かべている妻に尋ねた。 笑ってななんかいないわこの頃飯が喉に使えるような感じがするがそうマチコはあの夜賢三が癌だと聞かされるや否や恐ろしそうな表情で自分を眺めそそくさと身支度を始めた夏川の姿を思い出しておかしかったのである。 そのような男に何かかかを期待ししていた自分もおかしかった。マチコはあの男と自分とがいつか一緒になることを別に考えていたわけではなかったただ賢三と結婚したことによって自分に失われたものを夏川が埋めてくれるかもしれないという望みはあの夜確かに心の中に潜んでいたようである。 夫の手術は一日一日と迫ってきた毎日午後には心電図を取られたり血液の凝固時間が調べられたり何かの検査がある手術日が明日という夕方には麻酔科の医師が病室を訪れて聴診器を当てていったその医師が部屋を去った後 突然、建三の上役の施設課長が訪ねてきた。予想もしなかったことなので、建三は目巻きの裾をしきりに合わせながらしきりに頭を下げていた。思ったより、血色がいいじゃないか。課長は病人に一応の見舞いを述べると、部屋の隅の電気ヒーターで茶を沸かしていた町子に、 失礼するから構わないでくれ」と言ったその課長を町子だけが病室の外まで送るとクレゾールの匂いの漂う廊下で相手は突然足を止めた「奥さん変なことを伺うようですがねうちの課の夏川君はたびたびこちらに来ましたか」はあ驚いて マチコは頷いた二度ばかりまさか自分と夏川とのことを知っているはずはないと思ったがやはり胸の動機が打ったご主人が入院される前も夏川君とも会われていましたか外では存じませんが私がお会いしたのも今度が初めてです 課長はその返事の神秘を疑うようにマチコの顔を見つめていたが「松並」とか「佐野」とかいう男の名を聞かれたことはマチ子が首を振ると「いやありがとう」「奥さんすみませんがこの話は大井君に黙っといてください」な「何ねちょっと困ったことができまして」 オーに直接聞けばいいんですが、手前の体に触ってもいけんと思いまして、課長は黙っていてくれと言ったが、病室に戻ると、マチコは今の会話をそのまま健三に伝えた。そうか。話を聞き終わった夫はしばらく黙ったまま、闇の迫った窓を見つめていた。 ああなたた何かがあったの黙っていなさいお前は突然健三は青黒い顔をこちらに向けると激しい声で怒鳴った結婚以来健三からこのような言い方をされたのは初めての経験だったマチ子は身内が燃えるような怒りを急に感じて病室から出て行こうとした その背後から、何か書くものと封筒を取ってくれないか自分で取ったらいいでしょ廊下に出たがいつまでもそこにいられないので屋上まで登った屋上で涼しい風に吹かれていると高ぶった気持ちも少しずつ静まってくる気持ちが静まると先ほどの施設課長の言葉が 妙に頭に頭引っかかってきた一体何があったのだろう」「顔だけはこわばらせたまま病室に戻ると夫は病室の暗い電気の下で寝台の上に腹ばいになったまま何かを紙に書きつけていた」「そのだるそうな痩せた姿を見るとさすがに 明日の手術のことが思い出されて、まち子は、すみませんでした。と、小声で謝った。翌朝、病室に泊まった彼女は、まだ窓の外が暗いうちに、看護婦に起こされた。大井さん、体の毛を剃りますから。シャボンとカミソリと用意した看護婦が、健三の体の上に、前かがみになると、 二人の影が壁に映った。緊張した空気が病室にもマチコの体の中にもみなぎり始めた。外は小雨が降っている日だった。毛剃りが済むと別の看護婦が官庁を討ちに来た。この後何をするんですの病人を助けながらマチコがそう尋ねると、 眼鏡をかけたその看護婦は「あとは基礎麻酔の注射を打つだけです」と答えたその看護婦が去ると健三は笑っているのか泣いているのかわからぬような顔をして「僕は酒を飲まぬから麻酔に弱いだろうだから眠る前に頼んでおくが」と枕元に手を入れて白い封筒を取り出した これは、ゆうべ書いたんだが、もし手術で万一のことがあったり、その後ダメになったら、こいつを昨日の施設課長さんまで届けてくれんか。縁起でもないこと言うのよしてよ。だから、毎日の場合と言ってるんだよ。まち子は仕方なくその封筒を受け取って、ハンドバッグの中に入れた。 午前九時二人の看護婦が運搬車を引いて病人を連れに来たもう麻酔の効いた健三は薄い目を小鳥のように開いたり閉じたりしながら廊下を運ばれていく五階の手術室の前まで来ると町子はさすがに妻らしくあなたしっかりよ 病人の薄い胸の上に手を置いてささやいた手術室に向き合った廊下の硬い長い子にマチ子はポツンと腰をかけた手術室の中からは小鳥という物音もしない廊下にも人影はない急にマチ子は自分が全く孤独なことを感じた と同時に今まで実感としてどうしても捉えられなかった健造の死や自分の将来が苦しいほど胸を締め付けてきた私はこれからどうなるのか知らん彼女は立ち上がって手術室の扉に近づいただが熱い扉の奥からはかすかな音さえ聞こえなかった 廊下の窓の向こうに曇った空が広がり小雨が病棟の屋根を濡らしていた真知子はその時手に握りしめていたハンドバッグの中に賢三が今朝手渡した封筒のあることを思い出した今となってはその封筒が自分の気持ちの支えになるような気がして急いでハンドバッグに手を入れた しっかり糊付けをしていなかったと見え封筒の端は半開きになっている小指を入れて破れぬように封を開き中の紙片を取り出すと剣造の力のない右下がりの文字が目に飛び込んできた医者は胃海洋と隠していますが自分の自覚症状から見て 癌ではないかと考えております私が死亡した場合を考慮してカランにおける収賄事件についてご報告しておきます先月末施設課の夏川君は業者の佐野松波漁師の凶悪を受け震える指で次の髪をめくったそしてし その最後の行に「私は自分が潔白であることも申し添えておきます」という文字の書かれているのを読んだ呆然として真知子は廊下に立っていた夏川のことなどはどうでもよかったあの賢三が自分の病気が癌であることを知っていたとは 今までマチ子自身も気がつかなかったのであるその衝撃の方が彼女には大きいのだった奥さん手術室の扉が開いて丸い手術棒をかぶった医師がこわばった顔を出した手術着に赤い血痕が飛び散っていた奥さんマチ子は 気が遠くなりそうなのをこらえながら足を踏ん張った。回復の結果、ご主人は癌じありませんでした。だいぶひどくなっていましたが、本当の胃潰瘍です。もう助かります。一ヶ月経った。健造の隊員が近づく頃、ある朝の新聞にあまり、 大きくないが後舎の襲害事件が報道された薄ぼけた丸い囲みの中に夏川の写真が載っているひどい男だな賢三は寝巻きの上から腹部の傷跡を抑えながらつぶやいたこちらががんで死ぬものと思って検察庁でも 全ての責任を僕にかわせたんだからね死人に,に口なしと思ったんだろう夫の顔を盗み見ながら真知子はそっと夏川の写真の上に視線を落とした突然彼女の耳にはこの男の言葉がよみがえってきた「強引はこちらの心情だ奥さんのことはすぐ好きになった」 そのくせ自分が夫をこの男と共に裏切ったという罪悪感はマチ子の心には一向に起きなかった夏川と同じようにあの時自分も夫の死を無意識で計算していたに違いないのに彼女はそのことも考えなかったもちろん刑務所にいる夏川のことなどどうでもよかった あなたは何もかも手術前から知っていたのマチコは夫の夏布団をかけ直しながら訪ねた何もかもって自分の病気のことや夏川さんのことやその他のこともその他という言葉に意味を込めるとああ何もかも知っていたさ 建造はうなずいたしかしもちろん夏川と妻とのことを知っているはずはなかったあの手紙はどうした捨てましたわ手術で助かったんですもの視線を逸らして彼女は窓まで歩いて行った 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集「文芸」「ホラー」「スリラー」「サイコサスペンス」人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。